京国高圧は、田島国豊岡藩の第九代藩主、豊岡藩京国家十一代。文政十二年五月二十九日、第八代藩主、京国高行の長男として、江戸小島地底で生まれる。後下四年、父の死去により、家督を継ぎ、同時に、従五位した、日高みに助任する。海英二年、寸家鞄となり、海英四年に大阪鞄になった。 なお、翌年の開影5年7月まで、泊まり園書院の藤沢東を大阪城に招き、論語の講義を受けた。文久2年、幕末の解剖政策として、津山港に五台場を築き、11インチ法や十0巻法を備えた。文久3年の幾野の編では、幕府方として活躍し、平野国臣や横田友次郎らを逮捕するという功績を挙げている。 明治2年6月23日、半赤奉還により、豊岡藩知事となる。明治3年、藩校の稽古堂を女学校に改めて藩子女の教育課に勤めた。明治4年7月15日、廃藩知見により、藩知事を廃されて東京へ移った。明治17年、家族霊によって死者となる。明治十八年に、正五位に助され、その後も、 13位、君4等に乗された。明治30年7月、貴族院死者区議員に選出され、明治37年7月まで在任した。明治38年12月27日、東京本所邸にて死去した。去年77、廃人としても優れていたと言われている。死女は二男二女。ありがとうございます。